続いて進路についてのお話になりますけれども、これはですね、今年の3月に卒業した4期生ですね、の、卒業生の進路についてです。39人中、大学に進学したのは28名、専門学校3年8名、公務員9名、民間就職1名というような割合になっています。卒業の進路についてなんですけれども、先ほどグラフをご覧いただいたように、大学や専門学校に進学する生徒は9割を占めています。その中でもですね、例えば体育系、いわゆる体育大学に進学する生徒がいたりですとか、商業に関する学科ですので、商業、その中のスポーツに関するビジネスに興味を持って、経営ですとか商業に行く生徒なんかも、いたりはします。その際の、推薦入試の、その際の進学の方法なんですけれども、主にですね、いわゆる学校推薦型選抜と呼ばれる、推薦入試、今までで有指定校推薦ですとか、応募性推薦を活用したり、また総合型選抜ですね、特に体育大学に進学する生徒は、総合型選抜を利用する生徒多いんですけど、今までで言う AO 入試と呼ばれるものがありますね、こちらの方を活用して進学をする生徒がかなり多いです。またスポーツ推薦をですね、活用して進学する生徒も年々増加傾向にいますので、野球ですとかボートですとか、そのあたりでですね、推薦を利用して進学する生徒が増えてきています。具体的な進路先についてはですね、ホームページですとかパンフレットの方に、昨年度の進学先については、掲載してあると思いますので、ちょっと本日の割愛させていただきたいと思います。